あなた変ですわよ。お姉様との勝負以降は特に。別に何も。嘘おっしゃい。レレアも怖がって寄りつかないじゃありませんの。何よりちっともらしくありませんわ。あの勝負はクレア様をかけたものだったんですよ。はあ、というわけで私にはもうクレア様のおそばにいる資格がないんです。何を勝手な。私をかけて。私は物じゃありませんわ。一体何を考えて。へえ、そうですか。本当はいい気分なんじゃありませんか。マナリア様のような素敵な方に求められて。初恋の王子様でしょ。訂正なさい。主に向かって何たる暴言を。子供みたいにふてくされて負けたからっていじけてうじうじ逃げ回って呆れた。みっともないとは思いませんの。そんな、そんな、今のあなたは私の使用人としてふさわしくありませんわ。じゃあ私やめます。何ですって。クレア様のメイドをやめます。本気で言っていますの。そう、わかりましたわ。いろいろと不満はありましたが、これまでよく仕えてくれました。フランソワ家の令嬢としてお礼申し上げますわ。ありがとう、テイラーさん。クレア様。もうお行きになって。今までわがままを言って申し訳ありませんでしたわね。テイラーさんのこれからに幸いがありますことを。私は過ちを犯した。失礼します。取り返しのつかない致命的な過ちを。あなたも私を一人にするんですのね。